ときもちセカンドです。今日はね、私が毎日欠かさず食べるものを紹介したいと思います。それがね、このヨーグルトです。しかもこれ手作りヨーグルト、1週間に1回ぐらいのペースでね、手作りヨーグルト作ってキープしてます。ちなみにね、本当に牛乳と菌だけで作るんで、一切無駄なものが入ってないです。これをね、毎朝食べるんですよ。朝これを食べるのが日課になってて、はい、こんな感じでね、もう見た目は普通にヨーグルトです。100% のアカシア蜂蜜を入れます。日本からいつも持って帰ってくるやつです。こんな感じで、私はたっぷり入れるのが好きです。はい、こんな感じですね。それでさらにここにこのね、プルーンを入れます。これね、本当に 99.9% プルーンだけです。つまりね、余計なものがほとんど入ってないっていうね。砂糖とかもね、全然入ってないんですよ。ていうかこれ本当にもう私ずっと食べてるやつなんで、もう残り2個ですね。今日で食べ終わっちゃいます。ていうかなくなったんで、また買い足さなきゃですね。こんな感じですね。でプルーンは一口でガボッと食べちゃわずに、ちょこちょこちまちまヨーグルトと食べます。うん、美味しい。うん、これお気に入りね、もう本当に毎朝食べてます。相当忙しい時以外は絶対食べてるかな。でこのプルーンもね一緒に、うん、甘くて美味しい。ヨーグルトによく合う。でね、このプルーンはね、果肉が結構むっちりっていうのかな、すごく肉質なねプルーンなんで、食べ応えがあって美味しいです。美味しかったです。こうやってね、自分で手作りするのすごくいいですよ。自分なりに味付けもできますし、日によってはジャム入れたりシリアルとかと一緒に食べたり、いろいろねアレンジして食べます。そうすると飽きずにね、毎日美味しくいただけます。以上、私が毎朝食べるヨーグルトのお話でした。